今日は19ですね。昨日富士そばができたんですよ。2017年12月19日、今日はもう遅かったんで、近所のガスト久しぶりですね。で、カード資料をあと2回切って、切符資料っていうのはね、切符ぐらい、なんかずっと駅で行ってて、まあ、今日なんか JR の整備新幹線っていう、いろんな北海道はやぶさとか、北海道とか東北、北陸とか九州とか、あの辺ので何千、3000億とか、な、4000億とかのあれは予算が計上され、予算は上乗せされたっていう、ね、それで切符を思い出して、いや、なんか、まあ、前からやってましたけど、もっと綺麗に切ろうかなと思って、ゆっくり切るように切って、切符レベルにしていこうかなと思って、それで、あれでスライド作っていこうかななんて思ったんですけど、面倒かな、あれ一つがお金ぐらいになればいいなと思ったんですけど、どうでしょうか。まあ、斜め前にいた、年配の方と、年配の女性の方と喋ってましたけど、地元の人みたいです。ガストにいつも来るって言ってましたけど、ガストにいつも来るって言ってました。知ってましたね。言ってました。ここ昔のことを知ってるって言ってました。僕は25年前ぐらいから知ってます。ぐらい前までしか知らないですけど。なんかあれだ、テレビを見ないって言ってました。テレビ見た方がいいって言いましたよ、僕が。災害情報は重要です。災害情報は重要ですね。地震、雷。まあ、Gアラートでロケットも飛んできてるんで。まあ、地震というのはテレビのためにあるようなもんですよ。まあ、言ったら。災害なんてテレビのためにあるようなもんなんです。僕から言いますよ。テレビを見るためにわざわざ地震を起こすみたいな、ね、テレビの必要性を、必要性を、何でしょうかね、必要性を高める。必要性を高めるために、地震が起こるみたいな、起こすみたいな、わざわざ起こす、そんな気もしないではないですけど。ということで、クリスマスイベントで女の子をナンパして、マックでおしゃべりしましたと言いますか、そんな怪しいイベントじゃないですからね。いや、そんな、いや、主催者がどこかもわからない、もうよくわからないイベントでしたけど、もう軽い気持ちで、行かない、ああ、行く行くって言ったぐらいの軽いパーティーですからね。なんか埼玉の風俗で火事があったとか、知らないですけどね。風俗じゃないですよ、多分。いや、でも最近の風俗はクリスマスパーティーとかやるらしいですからね。最近の出会い系風俗はクリスマスパーティーとかやるらしいですから、ホストクラブとかね、やるらしいですから、話で聞きますけど、知らないですけど、ということで、まあ、綺麗に切符資料にし、あれからはいろいろ製品を作って、トークも作っていければなぁなんて
思いながらもう12時過ぎまでやりましたけど、あ、近かったね。また明日も早いんでね、早いって早く起きれればいいなっていう感じですね、やるところは。ということで、それでまあ、あんまり白く買わなくていいかななんて思って、今から細かくしていくのがいいかな、それもやめた方がいいかななんて思ってしないでもないですけどね。どうなることやらですか。お金を作ってビットコインじゃないですけど、イルミネーション、イルミネーション美しいというか、ということになっております。では失礼します。